はい、どうも皆さん、こんにちは。かもすけです。ですね、今回ですね、割り出し動画じゃ、ね、こういう答えが浮かしたよっていう動画にしようかなと思ったんですけど、ちょっと予定を変更してね、まあ、あるものは届いたので、ちょっとそちらのね、動画にしたいと思います。で、今回ね、紹介する虫は、もうこの時期になったらね、大体自分が手を出す虫っていうのは決まってますね。まずメスから行きましょうか。もうメス見ただけでね、もうわかりますんで。はい、こちらですね。はい。ね、これ見ただけでもうわかる人はわかるでしょう。ね。で、まあね、せっかくなんでオスまで消化しておきましょうか。ね、せっかくなんでね。これメスですよ、これが。ね、これがメスです。早めにね、こう、サムセット入れたいんですが、ちょっとこれ、ケース戻しましょうかね、なんか怖い。あんまりこう、暴れさせて、体力はね、早こうできるだけ体力考えれば早めにちょっとサラのせとぶっ込みたいんで、はい、で、これをですね、これしたらわかるかな、はい、で、これ見ただけわかるでしょう、フェイスタミルシュアバネですね、はい、まあ毎年毎年やってますけどね、まあ端的に言えばグラントチリ、まあチリクワーツですね、アイドに近い種類ではあります。でもこれが不思議なところはですね、オーストラリアにもいるっていう話なんですよね、孤立の仲間っていうのはね。そんな中でも孤立がいるのはチリなんで、あ、チリじゃねえ、ペルーなんで、結構大陸自体は離れてるんですけどね、まあ不思議な虫なんですけど毎年ね、この時期にしか入荷しません。去年よりね、手に入った時期が早かったんで、今回は結構、産卵のチャンスかなと。一応産卵自体は、何年だ、4年連続かな、3年連続か、まあそんぐらい連続では成功してるので、まあ、今年ね、またバチッと産ましたいと思います。ね、産卵セットはもうある程度掴んでますんで、多分産ませることは十分に可能かなと思ってますね。問題はそれ以降の幼虫飼育なんですけどね。で、産卵セットの方なんですけど、ですね、一応今用意してあるんですが、こんな感じですね。まあ何を入れてるとかちょっと言いませんが、ざっとこういうような感じですね。まあ見て分かる人は分かるかな。まあスタイル的にね、こうなんだろう、1から10まで教えるスタイルじゃないので、もうヒントを与えていく、あくまで。というのもやっぱり、なんでしょう、人それぞれ環境も違えば、ね、産むセットの内容も違うだろうし、ね、そういうのもあるので、まあ、こんなもんかなと思います。試しにね、まず2週間ほどちょっと入れてみて、その以後ね、ちょっと売ってなかったらまたちょっと、産卵セット変えていきたいと思うんですが、ね、まあこんな感じですね。まあ、見て参考にしてみてください。もし手に入れた方はね、もしね、来年、まあ、今年入ってくるかもう分かんないですけど、今年入ってきたりとか、またね、来年やりたい人はちょっと参考にしてもらえばなと思います。ね、で、正直ですね、こいつのここ、ね、見てもらいたいんですが、ピンポクで見えるかな。ここね、で最大ないしみたいなとこあるんですよね。根っこ、ほんと根っこ。ここに挟まれると、メスの足は切断されちゃうんで、あんまりこうね、ペアリングとかもあんまさせたくないんですけど、何もしないよりはね、ちょっと確率上げたいんで、させたいと思います。ちょっとね、ペアリングさせてからね、入れますんで、ちょっと、ここで動画をして終わるんですが、まあね、なんとか。だい
たいに卵は取れるんですよ。卵は幼稚園は取れるんですよ、なんとかね、毎年毎年。でもどうしても、初二例が突破できないんですよね。もう少しね、こうどうにかこう打開策がね出てくればいいんですけど、ちょっとほこりかぶってますけどね、これ、歴代のフェイスタメルのね、フェイスタメルの死骸です、死骸ですね、標本とは言いませんね、もう完全に形は残してるんで、こんだけね、やってますね、まあ、これをねどうにかできればいいかなと思うんですけどね、これをこう糧としてね、無駄じゃなかったと、ね、成功までの糧にしたいんですけど、なかなかね、まあでも今年はね、少し難しい種類、幼虫飼育がね、少しいい感じに向いてきてるので、インペリアスやなんかはね3年まで行ったりなんかしてるので、ちょっとね、期待は持っていってます。なんとなくね、幼虫取れたらこういう風にしようっていうのが頭にもう浮かんでるので、それでうまく通用すればいいかな、原因もなんとなく思い当たってはいるんですけどね。とにかくね、まず成功させれるようにね、頑張っていきたいと思います。ね、こいつね、なんとか成虫、新成虫ね、羽化させれればいいかなと思ってます。それではですね、動画終わります。